大同生命プレゼンツ。非常に受けてよかったですね。しっかりこれでスタート台に立てたのかなと思ってますので、これからの非常に資産になるんじゃないかと。2022年10月、大同生命による中小企業の後継者向けプログラム、大同マネジメントアカデミーが開校しました。神戸大学大学院教授が講師となり、 MBA のエッセンスをベースとした経営理論や起業家精神を培う講義、豊富なワークやディスカッションと少人数制だからこそ実現できる一人一人への丁寧なフィードバックを通じて経営に対する理解を深めました。いかに本体事業を毀損せずに上手に失敗するか、その上手な失敗から成功の芽をどう紡ぐかみたいなことに重きを置いています。事業承継を経て新規事業に挑戦し、企業拡大へとつなげた経営者とのパネルディスカッションなど、6ヶ月間全10回にわたり、将来の中小企業経営者のための実践的なプログラムを実施しました。そしてプログラムの集大成として、最終日には自社の経営課題を考察し、10年後の自社のあるべき姿を実現するための経営計画書を策定、一人一人プレゼンテーションを行いました。今回のプログラムを通じて参加者が実感したことは、常に経営のことが、この大同アカデミーに入る前よりも、常に考えている頭にあるような状態にはなりましたね。変えないといけないところとかも、より明確に分かるようになってきたので、僕の人生の糧になると思います。経営者目線になった時に、これはやっぱり間違ってたなっていうこともいっぱいありましたし、それが今回のこういう講義通して、自分の中で言葉にできるようになったというか、イメージに落とし込むことができるようになったっていうのは、自分の中ですごい成長したんじゃないかなと。また後継者という共通点は参加者同士の共感を生み、受講後にも講師にわたり連絡相談し合える関係性につながったようです。同世代の同じような立場の方と、本当に腹を割って話せる機会っていうのがなかなかない中で、いろいろ刺激をいただいたかなと感じております。そして2023年9月、大同マネジメントアカデミーは東京での第2期開催を決定。中小企業の未来を担う後継者の育成、私たち大同生命がお手伝いします。